三つ坂井駅は神奈川県横浜市西区三つ坂井にある相模鉄道本線の駅である。駅番号は SO12。相模や大地上にあり、標高は76メートルで相鉄の駅で最も高い。横浜市内でも最高峰の駅である。神中鉄道三つ坂井駅相対式ホーム2面2線を有する京城駅である。駅舎は北口の駅ビル。 相鉄ライフ密境と一体化しており、線路上に整備された駅前人口広場とも地上を2階レベルで接続している。2007年度から2008年度にかけてバリアフリー化工事が行われ、コンコースと上下ホームを連絡するエレベーターと、コンコースと上りホームを連絡するエスカレーターがそれぞれ設置された。また、各ホームにはユニバーサルデザインの一環として、 多機能トイレも設置された。さらに2010年度にかけて、風力発電機、太陽光発電パネル、太陽光集光装置、ミスト冷却装置の設置や壁面緑化、案内サインの更新、駅舎のリニューアル、耐震補強などの改良工事も実施されている。その後、2015年度には、行き先案内表示装置、2016年度には、待合室が設置された。 1>, 1日あたり、乗車人員の推移2019年度の1日平均乗降人員は57,806人で、ある。相鉄の自社、他社線非接続駅、かつ、特急列車通過駅の中では、最も多い。当駅は、西約に所在しているが、東側の朝日区にも隣接しているため、西約だけではなく、朝日区西部地域も駅税券である。 近年の1日平均乗降乗車人員推移は、下表の通り。当駅は、西区の中心駅であるが、北口のの境道路から、北側と南口の三津坂井橋から、東側は旭区である。バスターミナルは、北口と南口の大江前に所在する。なお、南口発のバスは、バスターミナルより、駅に近い、三津坂駅前バス停にも停車するが、 南口機のバスは、同バス停には停車せず、バスターミナル向かいの降車場が終点となる。また、2007年11月までは、横浜市営バスが116系統を担当していたが、廃止された。1889年から1939年にかけて存在していた鈴木郡二俣川村と、津岡村、鎌倉郡中川村の3つの境であることから、三つ境と名付けられる。 なお、この付近は分水嶺となっており、古くから武蔵国鈴木軍と相模国鎌倉軍、同口座軍の2カ国3軍が資金で境を接している場所でもあり、当駅の横浜よりが相模国と武蔵国の境にかかっていた。記事本文の出典利用状況の出典。ありがとうございます。